アルファコンチネンタルエクスプレス。アルファコンチネンタルエクスプレスは、日本国有鉄道、国鉄、北海道旅客鉄道、JR 北海道が1985年、昭和60年から1995年、平成7年まで保有指定鉄道車両、機動車で、ジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である。国鉄末期の1985年から1986年に、 かけ、国鉄内部工場、当時デキュハ5 6軽急行形機動車を改造した特別車両である。1987年の国鉄分割民営化後から1990年代にかけてバブル景気に伴う旅客需要増加という背景とともに日本各地で改造、心臓を取り混ぜて多数登場した機動車をベースとしたジョイフルトレインのかけと言える存在でもある。 特にその前頭形状はデザインのみならず、強度面などの構造的な完成度も高く、その後は、苗母工場が、金沢鉄道管理局、現、西日本旅客鉄道、JR 西日本金沢支社に行きはる65、KBS の U、ウトピア、ゴールデンエクスプレスアストル、新潟鉄道管理局、現、東日本旅客鉄道、 JR 東日本新潟支社によるキハ58系、改造車、サロンエクスプレスアルカディア、現、ケンジなどの改造に協力している。車両愛称のアルファコンチネンタルエクスプレスとは、改造に関わったホテルアルファトマム、アルファリゾートトマムとかリカチコンチネンタルホテル、サホロリゾートの2つのホテル名来だものである。愛称が長くて、呼びにくいため、 アルコンと略して呼ばれることも多く、イカ本港でも、適宜、アルコンという表記を使用する。1981年の赤昌線改良を機に、北海道うちの列車網は、従来の青函連絡船を経由する、函館駅中心の対本州連絡を脱し、千歳空港、現、新千歳空港での航空機との連携を軸にした、札幌駅中心の体系が構えされるようになった。 一方で道内のローカル線における赤字体質は慢性化し、国鉄再建法の元1983年の白らぬ河を皮切りに、道内各地において赤字ローカル線の廃止が始まった。加えて道路網の整備もあり、1950年代の準急列車に期限を持つローカル急行列車は、この時期までに著しく退潮した。道内の鉄道の役割は大きく変化し、 それは旅客サービスのあり方にも影響を与えるようになってきた。1961年昭和36年から北海道用に大国間大雪仕様で製造された急行系機動車キハ56系は最盛期には最大15両という長大編成を組んで主要路線の都市間急行列車に運用され一時は 特急列車のダイソー車両にも充当されるなど、高度成長期の北海道の鉄道を代表する車両であった。しかし、1970年代以降は、主要幹線の急行列車が軒並み特急列車に格上げされたことで、1980年代初頭に、車内環境はすでに旧体化していた。普通車に冷房がなく、車内がボックス式、クロスシートで台車も、 金属バネという1960年代水準の車両では当時勢力を拡大しつつあった都市間バスなどと比較してももはや時代遅れでありすでにその本来の役割を失ったとも言える状態であった。したがってキハ56系の多くはローカル線の普通列車運用に転じ余剰化したグリーン車や初期車には老朽廃車や両運転台化改造車 キハ53型500番台も生じていた。さらに長らくその画像であった宗谷本線、天根北線系統の急行列車でも、陳腐化対策と夜行急行利尻との共通運用化のため、1985年、昭和60年に昼行列車、宗谷、天北をディーゼル機関牽員の14系客車に置き換えるという規則が取られ、キハ56系は、 主要路線の長距離優等列車から、ほぼ撤退した。この頃、赤昌線沿線には、当時のスキーブームを背景に、トマム、ユーフツ軍シムカップ村、サホロ、上川郡新徳町に、大型リゾートホテルが作られた。道路事情の不便さもあり、両リゾートへのアクセスは、千歳空港からのスキー客輸送を、赤昌線に頼っていたが、国鉄の運行する、 臨時列車は球体化した、キハ56系が主力で、リゾートの雰囲気とはほど遠くホテル、利用客の双方から不満があった。そこでホテル側が、宿泊客向けに列車を借り切り、営業収入を保証するという、国鉄にとっては有利な条件を提示して、新たな特別車両の開発を申し入れた。これは国鉄にとっても、前代未聞のケースで、従来の国鉄の体質では、 受け入れがたい企画提案であったが、民営化を前にした増収政策への方針転換もあり、国鉄とホテルの提携、タイアップによって、リゾート列車用の特別車の開発が行われることになった。形式のキハ59系の表現は、正式故障ではなく、便宜上の通称である。コスト軽減の観点から、完全申請ではなく、当時余剰者が生じつつあった。 キハ56系の改造で特別車に重当することになった。すでにこの頃、本州の国鉄線では客車を改造した、往復列車が出現しており、それらは、グリーン車扱いであった。しかし、このリゾート車両は、グリーン料金負担の軽減が考慮され、普通車扱いとなった。車令20年近い急行系機動車をベースにした、斬新な車両開発は、 苗木工場に委ねられた。明治時代からの長い歴史があり、車両の整備、改造技術では優れた実績を持つ同工場であるが、この特別車はデザインや色彩のセンスを問われるかつて例のない改造である。必ずしもアルファコンチネンタルエクスプレスのみを前提としていないが、事前に廃車となったスハーフ42型を用いてジョイフルトレイン改造方法の検討が行われている。 またリゾートホテル側の関係者からも多くの提言を受けた。改造費用総額は1億2 0円当時に及んでいる。当初は3両編成で両端の車両は展望車両とし、座席のリクライニングシートか並びに冷房も装備した。スキー客に配慮し、各社に大型荷物置き場を用意した。内装はホテルのラウンジを思わせる高級感があるものとなった。 土色は、ホテルのイメージカラーでもある、ダークブラウンを銀色にし、正面並びに、側面も、倉庫のラインとピンストライプにゴールドをあしらった、デザインは、それまでの鉄道車両にはない斬新なものであった。キハ56201.209種車に、改造された戦闘車である。車令が浅く冷房準備工事車という点から種車に、キハ5 6系2 0 0番台が選ばれたが、 設計時に想定されていた AU13 型分散式冷房装置は連結面よりに3機搭載されたのみである。運転台より1、4の車体を切断して新たに本来の床面から最大 600mm 高められたハイデッカー構造の構え体を申請し接合した。運転台を定位置に配置し、 全面展望を可能とした、前頭部は大きく傾斜した、前面窓を採用。前小灯は屋根上と、層下、微灯と、並列に配置した。また、この部分は、ハイデッカー部直後に置かれた、AU76 系集中式冷房装置で、冷房化れ、暖房も、電気暖房とした。落成時には、非装着であった大型の連結器カバーは、 フラノエクスプレス登場後に装着された。キロ26201を種車に改造された中間車である。元グリーン車のため冷房車であり、自社用冷房電源エンジンを搭載していたが、アルコンでは、編成全体が冷房車であり隣接する、キハ59型にも冷房電源を供給する必要が生じた。そのため、電源エンジンは、 自社専用の 4DQ-11P を取り外し3両に、給電可能な 4VK 型冷房電源装置に、換装している。なお、北海道用機動車で 4VK 電源装置の、搭載は本車両が初めてである。車内には教職用のカウンターも設置され、運営はホテルから派遣されたスタッフが行った。アルコンは、運行開始後利用客が増えたため、緊急対策として、 キロ26200の塗装のみ、アルコン塗装に変更して、増結に用いた。しかし、車内は、旧来の内装のままであり、リゾート列車らしからぬ設備に、乗客からは不評であり、同一サービスの提供という観点から、正式な増備車が必要と判断されたため、1986年に、苗木工場で五十56212から改造をされた。旅客設備は、従来の、 アルコン各社を踏襲し、運転台は撤去の上切り妻に成形され完全な中間車となった。また、編成出力確保の検知もありにエンジン車の基五56型からの改造となったが、以下の問題点が発生した。このため苦肉の策として、床上にエンジン室を設け、キロ26系廃車発生品の4 d ス1 1 p 冷房電源装置を搭載する自社。 給電方式を採用した。また、既存の前後各社総合の冷暖房、電源供給用にベッド電源引き通し線を設置している。1985年12月から貸切列車として、赤昌線での運行を開始した。秀逸なデザインと設備の良さから広く注目を集め、バブル期前後のリゾートブームを背景に、団体貸切列車や臨時特急、休行列車として、 道内各地で運行された。翌年登場したフラノエクスプレスとともに、発足当初の JR 北海道におけるイメージリーダーとしての役割も担っていた。アルコンの列車相性は、トマムスサホロの両リゾートとの契約輸送が行われる場合のみ、使用されるために、その他の運行が行われる場合には、リゾートエクスプレス、ペパーミントエクスプス、 JTB パノラマエクスプレスをはじめとする別愛称が使用された。アルコンの高成績から JR 北海道では続けて特急軽車両のキハ80系を改造、そして後にはキハ183系に属する完全新造車という形態で多数のリゾート機動車が製造されるに至った。人気列車であったアルコンであるが後続の新型車が登場してくると、 以下の問題点が浮き彫りになってきた。このため1995年、平成7年に引退イベントを実施し廃車となった。戦闘車は廃車後も長期にわたり、苗木工場内に留置されていたが、2011年、現在は以下の保存状況を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。